待て畑お財布家にお客さんが来ました。待って、どうするこれ。処す。いや、処はダメだ。食す。食すも殺しとるやんけ。でもいいハエ叩きありますよ。はい、何最初はグー、じゃんけんポン。最初はグー、じゃんけんポン。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。どうやるんすか。金持ってね、ちょっと動いちゃったね。やだよ今、生きてるかどうかの確認ですか。うわっとーとっとっと。じゃあ、俺虫ダメなんすよ。あっ、うわこいつの名前当てたら100万円。ハエテマル3号。違います。顔と色にヒントが。黒黒。惜しい。分かった。え？カラス。あー、結構近い。もう分かんない。正解はジミーでした。何してんすか。致命的に可愛い顔して。あーめっちゃ嫌いじゃん。待って、猫が死んでる。いや、生きてる。いや、生きてるし、もちろん。生きてるし。俺、猫の扱い超うまいんですよ。いや、違う、まだ。あー、待って。縄跳びしたいね、本気で。ほら。ダブルタッチやりて。誰か入ってきたよ。やべ、入ってる。待って、縄短くね、それにしても。宙に浮いてますよ、あれ。何このおじさんって言うか。あのちっちゃい子には何このおじさんって言うか。あの、一番小さい子だけ。あの、聞いてたよ。何このおじさんって言うか。何このおじさんって言ってた。おはようございます。おはようございます。ということで、60分食べ放題、勝負したと思うんですけども、でも、皿が一番少なかったと、食べれなかったと。そこで、一週間三食、お寿司生活、やっていきたいと思います。お寿司を食べればいいんで、今日もここに来てるんですけど、まぁ、ちょっと時間がないときは、コンビニとかで。うん、そうなんですね。そうです。寿司を食べればいいかな。お寿司を、そう。お寿司を必ず食べます。うん、一週間が7日。はい。かける3。21食。21食。行っていきたいと思います。行ってきます。美味しそう。かっぱ寿司でいただきます。飲み物あ、違うよ。どうか、まだ俺に早すぎてほしい。ごちそうさまでした。おはようございます。おはようございます。いただきます。すいません、ちょっと時間がないんでコンビニで買いました。たまいただきます。よし、ごちそうさまでした。いただきます。ごちそうさまでした。いただきます。はい。ごちそうさまでした。いただきます。ごちそうさまでした。3日目、お昼、8食目です。今日ちょっと変えて、おそ巻き寿司。これ寿司ですよね。おそ巻き寿司。ちゃんと寿司って書いてある。ひじきにマヨネーズ味です。いただきます。うん。あ、そうか。美味しい、これ。やべ、眠くねえわ。ね、これお寿司っすよね。お寿司。おぉ。次に来たい。ぎゅ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 、これ食べた。飲んだ。今、なんか飛んできたよ。よかった。ダメ。ごちそうさまでした。朝、いただきます。ね、やっぱ生ものが苦手だからね。待って、お箸がない。どうしよう。捨てピッピッいただきます。デリシャス。
はい、ごちそうさまでした。11食目です。半分ですね。半分、ようやく半分。ようやく半分来た。あんまりお寿司は来てなくて、ちょっと変わったものが食べれるのが嬉しいです。いただきます。よし、ごちそうさまでした。はい、こんばんは。こんばんは。12食目。もう結構後半だね。そうだよね、12食目です。相変わらずコンビニです。爆笑。いただきます。タナチのご飯寿司、何食べてるんですか？今日はカルボナーラと4種のソーセージと細巻き寿司。デブ。なんで？いや、なんか今日初めて食べるんですよ、ご飯。初めてご飯食べるからたくさん摂取しないとって思って。今何時ですか？今は12時半です。寝る前にあればまずい。はい、ごちそうさまでした。いただきます。ごちそうさまでした。いただきます。ごちそうさまでした。いただきます。いただきます。よし、美味しかったです。ごちそうさまでした。いただきます。ごちそうさまでした。いただきます。お皿、ごちそうさまです。ついに最終日です。最終日です。やった、最終日です。おめでとうございます。はい、19食目です。いただきます。ごちそうさまでした。いただきます。ごちそうさまでした。はい、ついに来ました。最終日やったね。21食目。お寿司生活最後のお寿司です。最終日か。最終日思えば最終日ということで、はじめくんがお寿司取ってくれました。じゃあ最後、最後までなんていうの、お寿司をね、ほら端っこ持ってきます。あれだよ、あれで食べましょう。いただきます。いただきます。最後の一つ、いただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ラーメン食べたいな。ありやな。ラーメンありやな。ラーメン。